はい、どうも、ひるさがいのジャマイカです。今回はですね、ラスト一人の敵とガソリンで同時に死亡したらどうなるのかというものをですね、今回取れちゃったのでね、たまたま取れちゃったので、今回そちらの方見ていただきたいなと思っております。この動画のね、魅力はね、最後だけではなくて、まあ、途中までの13キルしているソロで13キルをしているところも結構魅力ですので、よかったら途中の部分も見ていただいてね、パッタン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 しておきます。ということで早速見ていこうじゃないか、ということでいきましょう。よし、結構いたんだよなこれ。どうしよっかな。とりあえず武器を漁っていきたい。やっぱりね、川辺はこの L 字が強いって、なんか前の動画でも言った気がするな。川辺ではね、僕結構この L 字におりますね。ここの L 字ね、本当に見晴らしがいいので、とてもね、キルしやすい、まあ、キルしたい人には結構おすすめの場所かなって僕は思ってますね。基本的になんですけども、この L 字では、まあ、ここの角っこがね、結構どこからも撃たれないかなって思いますね。こういう風にビーン使ってね、ちょっとこういう風に頭を下げておけば、多分どこからも撃たれないと思いますのでね、ここめちゃめちゃいいかなって思います。痛い痛い痛い。あれはちょっと一旦見逃しましょうか。ちょっと 見ましょう。ちょっとこっちから出てきたらワンチャン狙いましょうか。ちょ、階段を若干気をつけといて、まあ、あとはね、ちょっと反対側の方もベランダから見れるんですけども、ちょっと今回はこっち側見ていこうかな。うん、痛い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 。ホロサイト、どこに弾が飛んでいくかわかんねえな。とりあえず詰めましょうか。基本的にですね、結構弾当てたなって時は僕は結構詰めに行っちゃいますね。ここで意識することと言いますと、まあ、窓から出てくるのでね、窓にちょっと置き絵もしながらとか、まあ、他のとこもちょっと索敵しながらって感じで詰めていきますと。いますね。ちょっと待つ、え、何、ちょっと出た。いや、窓から外出たのかな。で、ヘリにいんのかな、家の。いそうじゃない。いや、これはちょっと詰めんの怖いな。ちょっと待って、こっちから来てる、こっちから来てる。え、こっちから来てる。え、どの人、いや、ちょちょ、やばいやばいやばい、おい。へっしょ、やっぱへっしょ、じゃあ、ちょ、くちょ、やばいやばい、ちょ、ちょ、ちょ、危ない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 。ちょっとね、やっぱりね、アップで来てからね、本当にヘッショ入れれば、もう打ち合いで勝てるっていう戦いになってきましたのでね、ぜひぜひ皆さんもヘッショ頑張って狙ってみてください。川辺まだ何人か多分いると思うから、とりあえず山上に登っちゃいましょうか。まあ、川辺の弱点と言いますとね、やっぱこっちの山上から撃たれることだと思うのでね、まあ、今回ちょっとこういう立ち回りでいこうかな。いるね、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 いるね。ちょっとやばい、待って、どうか、見えない、見えない。あ、いやいや、オーケーオーケー。オーケーオーケー。ちょっと同化しちゃうと見えないね。ちょっと一旦もう一回山上見て、いた、やばいやばいやばい、ちょっとどこ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 、痛い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 。あっちめっちゃ怖いな。どうしよう、どこ行った、どこ行った。やばい。でもとりあえず後ろはいないから、しかもここ多分見えてないと思うんだよね。痛い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 、見えてないと思うんだよね。だからとりあえずちょっと移動して、でこんな感じで大きいゲームしながら行けばね、ギリギリなんとかなるっていうギリなんとかなるかなって感じなんで。やばい、来た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 、オーケーオーケー。来た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 、なんか紙プみたいなの来た、ラッキー。まあ、こんな感じで置きエイムしとけばね、撃たれてもね、なんとか勝てますのでね、ぜひ先打ちされても勝つコツと言いますと、まあやっぱり置きエイムをしておくことかなってちょっと思いますね。なんか今日よく噛むな、ちょっと、まあ使うんだけどね。何あれ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 、扉扉だよねあれ。やばいやばいやばい、なんであんなとこに扉あんの。なんであんなとこに扉あんの、やば。え、これ普通に壊せるのかな、壊せるかな、普通に壊すみか。あ、普通に壊れるんだね。しかも破片空中で止まるっていうね。やば、今の扉何。いや、これやばいね、いつか入ってみたっていう動画撮りたいね、これ。どこでもだわ。夢がある夢がある夢がある。確かにここ入ったらね、すげえってこうつくかもしんないしね。ちょ、一回入ってみたいな、あれ。ちょっといつか入ってみたら撮ろう、撮りましょう。うんと、あっちに箱で、こっちいたね。ちょ、やばい、グルンってなった。
よいしょ。OK、一発。なんか最近ヘッド当たんないな。なんでだろう。気持ちもっと上打った方がいいかな。ちょっとやばい。やばい、見えない見えない。OK、OK。車が来ましたよと。止まったね、止まったね。乗り換えしてますね、あれ。よしよしよし。これはラッキー。OK。とりあえず銃声がしたら来るよね。うん、そうだよね、まあ、そういう習性があるからね。ちょい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 、やばい、燃える。じゃあここはやばい、ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、本当にやばい、これはちょっとやばい、死ぬかもしれない。ちょっと待って待って、出てこい、ちょっと出てきてる、やばい、ちょっと待って、やばい、うわ、めっちゃ不利やんこれ、やばい、やばい、めっちゃ不利、やばい、結構あった、やばい、マジで不利これ、やばい、ちょっと待って、出てこない、ラッキー、出てこないんかーい。ちょっとどうしようかな、後ろいないよね。さっき CS の音したんだけどな。ちょっと遠いから、多分丘の奥だから多分大丈夫だね。うい。投げよう。毒ガス持ってんだ、こっちは。くらえ。よいしょ。待って、俺当たる？当たんないか。苦しむがいい。毒ガスに苦しむがいい。OK。とりあえず回復終わったから、どうしよっかな。ここ本当に弱いな。ミスったな。はい、届くかなこれ。ちょっと奥行っちゃうよね。そうだよね。きついかな。ちょっとどうしよう。詰めよう。これは致し方ないわ、詰めるのも。ちょっと。致し方ね。待って、外だ。外いる。やべ、どこだ、やばい、ちょっとアンチ来た。やばい。ちょっと待って、あの人倒さないことのアンチいけないんだよね。ちょっと。絶対ヘイウラいる。おい、痛い。OK。謎の右リーン入れていく。実は不正をしたつもりだったんだけどね。倒せりゃいいっしょということでね、倒せればいいんですよ。はいはい、次。とりあえず車で向かいましょうかね、アンチに。今回ね、平地がちょ。歩けんじゃねえわ、あっちゃん。おい、いけた。やっぱね、車乗ってるやつね、最近得意になってきたな、なんか。運転席を狙って撃てば、もう実際倒せるからね。ということで、アンチが結構、平地っていうのかな、特に建物があまりない場合は車が絶対必須ですね、これ。よいしょ、右側に移動して、あさる。このテク。小技ですね。ぜひ、皆さん使ってみてください。とりあえず、あっちの山上の方取りたいなって。おっちょちょ、やばい、待って。P90 だと詰めよう。武器種で詰めるか詰めないかを判断するあたりね。クソだよ。じゃあ、きれい。木の裏ね。危ない、木の裏じゃなかった。危な。OK。基本的にね、詰めるときはね、車で詰めるときは木の裏で飛び降りちゃいましょうね、これ。めっちゃやりやすいんで。ちょっとあれ、人じゃねえんか。ちょっと緊迫したわ、今。緊迫したってなんか緊張したわ。こっちいないよね。ちょっと詰めていくか。まあ、基本的にね、こういうところ、平地で戦うときはね、実際2方向、せめて2方向の敵に注意すればいいという状況を作れるということでね、こういうところで戦った方がいいですよということで、こっち、まあ左側見て、まあ注意して、まあ右側見て注意して、って感じで交互でね、ずっとやっていくとね、敵がどんどん寄ってくるんで、いたね。あ、ちょ、やばい、ちょっとリンク買おう。よいしょ。あ、ちょ、やばい。強そう。待って。よいしょ。OK。奥にもいるって言った、僕は。よし、危ねえ。奥にもいたね。ナイス。まあ、こっちから2人来てたってことは、まあ、とりあえずさっきの場所戻って、まあ、銃声で、ね、結構反対側から寄ってくる可能性とかもあるので、ちょっとこっち側でいたね。すごいね。やっぱ本当にいるね。逆側を注意していきましょうと。抜きたいな、カーで。ちょっとスナイパー、本当に最近ね、ちょっと遠いのはスナイパーで。ちょっとどこだ？よいしょ。で、狙いたいなと思ってるんだけどね、当たらないね。もういいや。ちょっと腰打ちが最強。やっぱり腰打ちが最強なんだよな。正直ね、砂使わない方がね、僕絶対強いですね。正直ね。まあ、ただ、ロマンですね、砂使ってる時は。大体こいつ砂使ってるなっていう時は、大体、あ、かっこつけてんなと思ってくれたら嬉しいです。ごめん、嬉しくはないです。はい。とりあえずあっちから銃声したから、戦ってると思うんだよね、まだ。だからあっちの奥の方にいるから、この辺は多分いける。おい、いるね。あれか？あれだね。あれ敵だね。よいしょ。あー、ちょっと下がったな。よいしょ。曲がったね。いけ。ちょ、やっぱり腰打ちね。やっぱり腰打ちが強いから、ちょっと。いや、そういうのね、ほら、こういうとこだよ、毒ガスって。
めちゃめちゃダメージ入れた後本当にミリナの時にさ毒ガスで行ってしまわれるって本当にしんどいよね。本当にもう結構ねソロはねキルで頑張ってるんですよ最近。キルで頑張っててね今どんぐらい8ぐらいあるのかな、わかんないけど8ぐらいあるんだけどね。ちょっと怖いな、ちょっと一旦話やめるか実況しろよって感じだけどね。多分あの木にいるんだけどこっちにはいないんだろうね今見た感じ。あ、いるね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 、ちょっと苦しませるか、ちょ苦しませよう。ほら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 苦しむがいい、ほら毒ガスに苦しむがいい。おい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 性格悪いと思われるな、ちょっと性格悪いと思われちゃうな。どうしよっかな、手榴弾投げるか。最近本当に手榴弾下手すぎて練習してるんですけどね、ちょっと全く当たんない本当に。よいしょ、これ当たるでしょ絶対。いや、なんでそんな後ろ行くん、ちょっとわかんないわ手榴弾本当に。よいしょ、ぴったりじゃねこれ。あ、ちょ、来た、ちょ待って待って、どうしようどうしよう、ちょガソリンあった、これできるこれできる、ええええラッキー、どんこつ、やったなんでやった。あ、ちょ、来た、ちょ待って待って、どうしようどうしよう、ちょガソリンあった、これできる、あ、ちょ、来た、ちょ待って待って、どうしよう、ちょガソリンあった、これできる、ロッキー、ドンコツ、やった。敵さんはガソリンを撃って自滅した。僕は敵さんの爆破により死亡。しかし僕は1位になり、敵さんは僕がガソリンを撃っていたらどうなっていただろうか。考えるだけでも恐ろしい。ちょっと待って、これ同時に、やばい、当たれ、頼む、当たれ、1位、2位。ご視聴ありがとうございます。今後も頑張って動画をアップしていくので、もし不快でなかったらチャンネル登録、高評価の方を下のボタンからクリックしていただけると嬉しい限りでございます。検証してほしい、動画にしてほしいというものがあったら、ぜひコメント欄の方からお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。